劉備玄徳、聞いたことのない名前じゃな。恩賞候補から除外されたと考えられます。宅建の総合から義憤を感じて決起した義勇軍の棟梁です。仁徳武勇を慕って豪傑が集まり、悪戦苦闘を重ねながらも官軍を助けた功績は主春曹操ら将軍の認めるところでございます。うん、そんな対抗あったものが漏れていたとは。お願いでございます。黄巾の乱落着を機会として十条寺の悪政を暴き、明朗な政治を。十条寺。世の中には忠義ぶって嘘を申したって己の出世を図ろうとする奴がおるものでございましてな。何をする。真実を調べるためでございますよ。帝、目覚められよ。十条寺ども。剣石、これは。ご心配には及びませぬ。彫金の言葉は嘘ばかり、作り事でございます。うん、彫金は嘘つきだったのか。はい、若い帝を騙そうとした悪党でございます。信用なさってはいけませぬ。うん、話してくだされ。帝にもう一度。はい、お話申しましょう。これはおまけでございます。これがこやつらの本性。あ、これ誰かおじゃるか。乱心者を片付けてくだされ。通行の邪魔でしてな。剣石殿、彫金は仰せの通り料理いたしました。それでよい。劉備玄徳への恩賞どういたしましょう。手柄の噂が高いだけに厄介でしてな。うん、小さな官職でも与えるか。数日後、勅使が義勇軍を訪れ、帝からの言葉を告げた。劉備玄徳は黄巾党討伐の功により中山府安岐県の権威に任命された。ありがたくお受けせよ。は。権威とは剣を司る官軍の長であり、官職としては最下級である。だが官職を得たことは玄徳の志の第一歩を踏み出したことを意味していた。その玄徳たちのもとへ呂勅将軍釈放の知らせが届いた。だが釈放と同時にもたらされたのは彫金の悲壮な最後であった。400年を誇った漢帝国の崩壊がまさに始まろうとしていたのである。